あまり信忠は戦国時代の武将。甲揚武田氏の不大家臣、家老。後年には武田二十四章に数えられる。意味名は春吉や正忠と表記されることも多いが、永六年間から信忠を名乗っているので、本校では信忠に統一する。父は武田氏の不大家老のあまり虎康。紅葉軍官によれば、虎隊は板垣信方と共に、 武田家の最高職位とされる、領職を務めたとされる。なお、武田家中では、あまり死の一族として、あまり信康がおり、信忠の弟もしくは子であると考えられている。また、兄に、天文十一年の瀬沢の戦いで戦死した、新駅もいたとされ、これを受けて、着難となった可能性もある。信忠も含め、新の字は、武田晴信から受けた変記と考えられる。 他方で一説としては、署名を盗場とし、春信から晴れの字の変記を受けて春吉と名乗ったとするもある。春信記の品の信仰において、天文17年の上田原の戦いで、虎対信方両名は戦死し、信忠は家督を継承して、あまり衆を引き入板垣信則と共に、両職になったと言われる。初見文書は、天文20年7月の二宮三和神社への、 肝心免許添え上で、信則とともに、名前が確認される。信忠は、新元気の取り次ぎとしての活動が見られ、品濃方面では、木曽市、西上の信仰においては、上野国州の浦野市や神原市の取り次ぎを務めている。ほか日立の佐竹市、小田白関東国州、長井道としら、美野、飛田方面の取り次ぎのか相模御北条氏との外交にも携わっている。 A67 年頃には、信忠と改めている。a 6十0年8月の初役免許状を最後に、文書から見られなくなり、信忠の没年は、不詳で、A67 年に死んだとも、A69 年に落馬死したとも、元気3年の三方ヶ原の戦いに参加して、先行を挙げたものの、直後に病死したとも言われている。信忠の子、信頼は幼少であったため、 信忠の弟である信康が、名代となった。A69 年から A60 年に、武田諸将より、信玄宛てで提出された、下のご記少文には、信忠の名はなく、あまり現在文章、信康の名が見えるので、A60 年末から天正3年に死去している、可能性が考えられている。米倉茂次の子、彦次郎の鉄砲章を直すために、 足毛の馬のマグソ汁を飲ませようとし、彦次郎が嫌がると、自らマグソ汁を飲んでみせたという、ありがとうございます。